ピンポン。ポイポイ。ポイポイ。チャンネル登録してね。こんにちは。動物の秘密いろいろね。知ってる知ってる。びっくり。動物の秘密いろいろね。知ってる知ってる。不思議な寝方の動物集まったよ。僕マッコウクジラ縦向きで寝るんだ。すごい。プカプカスースー口で息するの。動物の秘密なんで、どうしてなんで教えて。動物の秘密なんで、どうしてなんで教えて。聞いて僕カメ、お尻から息できるよ。本当？冬眠してる間は水の中で息するの。寝方の秘密。ニーニー。わあ、大きな岩だね。あれ、マッコウクジラだったのか。縦に寝ているね。大きな岩は寝ているマッコウクジラでした。実はマッコウクジラは息をしやすいように縦になって寝るのです。不思議ですね。よく寝た。水の中で寝ていたの？息は大丈夫なの？心配ないさ。僕はお尻で息できるから。ニニ、釣れたかな？ちょっと、僕まだ寝てるんだよ。カメは水の中で息するときは血管が多いお尻で息をするのです。ピンキッズ、ニニもコアラがピクニックしています。おやおや、コアラが眠ってしまったようです。困りましたね。コアラは1日22時間も寝てしまうのです。ねえ、押さないで。も
う君こそ。あらまあ、ラッコたちが喧嘩していますね。ピンキッズ、助けてくれる？仲直りしよう。今日は水の流れも早いし、ごめんね。僕もごめんね。ラッコは水に流されないように一緒に手をつないで寝るのです。みんな、喧嘩しないで仲良くしようね。今日はピンキッズとニミモがカピバラを寝かしに来ました。昔々、全然眠くないよ。あれ、ここに何かついてる？実はカピバラはお尻をかいてあげると気持ちよくて寝てしまうのです。ホラ amigos、 exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus. Pruébenlos ahora totalmente gratis.